抱かれたいサッカー選手ランキング。こんにちは、スケロー FC のスケローです。サッカーだけではなく、スポーツにおいて試合での活躍はもちろん、全力でプレーをしている選手は魅力にあふれています。そしてそんなスポーツ選手でも見た目が良ければさらに良いということで、本日はイギリスチケットガムというサイトが行ったアンケートをもとに、抱かれたいサッカー選手ランキングを発表していきたいと思います。それでは参りましょう。セルヒオ・ラモス、パリ・サンジェルマン。第10位に選ばれたのはスペイン代表で、現在はパリ・サンジェルマンに所属するセルヒオ・ラモスがランクイン。レアル・マドリー時代に数々のタイトルをもたらした現代最高のセンターバックの一人が10位にランクインしました。10代の頃やレアル・マドリー加入初期は長髪でひげもなく、まさに爽やかイケメンと呼ぶにふさわしい風貌でしたが、2012年のユーロを機に長かった髪をバッサリ切り、ヒゲを生やし、ワイルドイケメンに変貌。当時はびっくりしましたが、今となってはすっかり定着し、ラモスイコールこの風貌というイメージを持つ方も多いと思います。ここ最近では年齢もあってか、度重なる怪我により離籍したパリ・サンジェルマンでなかなか出場することができていないのが気になりますが、今後の動向に注目です。以上、第10位、セルヒオ・ラモス選手でした。では続きまして第9位の発表です。リオネル・メッシ、パリ・サンジェルマン。続いて第9位に選ばれたのはアルゼンチン代表で、現在はパリ・サンジェルマンに所属するリオネル・メッシ選手。メッシと言いますと、若い頃は長髪のイメージがありました。長い髪をなびかせ、爽やかでどこか少年の面影を残すような風貌でしたが、近年はですね、顔の下半分を覆うほどの濃い髭を蓄えてワイルドな風貌に変貌しています。メッシ選手は近年、史上最高の選手、ザ・グレイテスト・オブ・オール・タイムの頭文字を取って、ゴートと呼ばれることも少なくありません。このゴートはもともとヤギの意味ですが、そのヤギのような風貌と、史上最高の選手と掛け合わせて、SNS 上でメッシを表現する際に、ヤギの絵文字が使われるようになってますよね。私、個人的にはメッシにはですね、ヒゲはあまり似合わないと思っているんですが、皆さんいかがでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、第9位、リオネル・メッシ選手でした。では次、8位の発表に参りたいと思います。クリスティアーノ・ロナウド、マンチェスター・ユナイテッド。意外や意外、8位にランクインしたのはこの男。ポルトガル代表で現在マンチェスター・ユナイテッドに所属しているクリスティアーノ・ロナウド選手がランクインしました。実力、スター性、風貌、その全てが世界最高峰であり、先日インスタグラムのフォロワーが4億人を突破し、サッカー選手のみならず数々のセレブたちを差し置いてダントツの1位。そして2122プレミアリーグ第29節トットナムとの試合において、ハットトリックを記録し、前人未到のキャリア通算807ゴール数を記録。この807という数字でサッカー史上最も得点を奪った選手になりました。キャリア終盤に差し掛かっていると世間から見られている中でのこの占領役者ぶり、まだまだ私たちに見せつけてほしいものです。以上、第8位、クリスティアーノ・ロナウド選手でした。では続きまして第7位の発表です。ジェラール・ピケ、バルセロナ。はい、第7位にランクインしたのはスペイン代表で現在バルセロナに所属するピケ選手。ピケ選手はバルセロナの下部組織であるカンテラ出身ですが、17歳の夏、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに引き抜かれ4年間プレー。その後21歳でバルセロナに戻り、08-09シーズンではリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、ウェハ・チャンピオンズリーグの3冠という快挙を達成。ラリーガでは優勝8回、コパテルレイ7回、スーペルコパ6回、ウェハチャンピオンズリーグ3回、スペイン代表としては2010年にワールドカップ制覇と、世界屈指のディフェンダーの一人がランクインしました。そしてピケ選手といいますと、奥さんがコロンビア人の歌手シャキーラで有名ですよね。この二人はですね、非常に仲が良く、 SNS でもマーラブラブっぷりを披露しています。以上、第7位、ジェラール・ピケ選手でした。では次に参りましょう。続きまして第6位の発表です。
オリビエ・ジルー、AC ミラン。フランス代表で現在は AC ミランに所属するジルー選手が第6位にランクインしました。チェルシー時代にはウェハチャンピオンズリーグを制覇し、2018年にはロシアワールドカップにおいて優勝したメンバーでもあります。ジルー選手はこの手のイケメンランキングではもう常連中の常連ですよね。2015年にイギリスの大手ブックメーカーパディパワーが行った調査でプレミアリーグで最もセクシーな男に選ばれたこともあります。そんなイケメンジルー選手は私生活も派手かと思われますが、20代前半で幼馴染と結婚、今では3人の子供を持つお父さんです。しかし2014年に浮気がバレ、チームから謹慎処分を受けた経験があります。その奥さんに何とか許してもらいましたが、これほどのイケメンだったら寄ってくる女性も多いだろうし仕方ないと思うかどうか皆さんに委ねたいと思います。以上、第6位オリビエ・ジルー選手でした。では次に参りましょう。続きまして第5位の発表です。マルコ・アセンシオ、レアル・マドリ。第5位はスペイン代表で現在レアル・マドリードに所属するアセンシオ選手がランクイン。スペインのメディアが行いました2018年ロシアワールドカップ出場選手イケメンランキングでは見事2位に選ばれたこともあるアセンシオ選手。ジルー選手同様にこういったイケメンランキングではもはや常連です。今回も第5位にランクイン。シュートセンス抜群で、その左足から放たれる放物線はこれまでも数々のスーパーゴールを生み出してきました。私たち日本人にとっては東京オリンピックの準決勝で延長後半に見事なゴールを決められた苦い思い出もあります。この肉体も素晴らしいですよね。以上、第5位アセンシオ選手でした。では第4位の発表に参りたいと思います。アンドレ・ゴメス、エバートン。続いて第4位に選ばれたのはポルトガル出身で現在はエバートンに所属するアンドレ・ゴメス選手がランクインしました。21歳でポルトガル代表デビューを果たし、2016年のユーロでは優勝、自身も5試合に出場するなど若くから注目される存在でした。しかしその後は度重なる怪我によって伸び悩み、本来の力を発揮することができていないのは本人が一番感じていると思います。しかし何度怪我をしても選手生命の危機に陥っても、そこから這い上がる姿には思わずグッとくるものがあります。顔もかっこいいね。応援したくなっちゃいますよね。以上、第4位アンドレ・ゴメス選手でした。ではいよいよベスト3の発表です。そしてここまで見ていただいている皆様、お気づきでしょうか。この圧倒的なヒゲ率に、まあ、全員がヒゲですよね。圧倒的ヒゲ。ではベスト3はどうなっているのか。ロフタスチーク、チェルシー。第3位はイングランド出身で現在はチェルシーに所属するロフタスチークがランクインしました。果たしてもヒゲ、ヒゲオブヒゲ、もはやもヒゲです。ロフタスチーク選手はとにかくこの屈託のない笑顔が素敵ですよね。なかなか所属しているチェルシーではレギュラーに定着することができずに、一時期はフルハムにレンタル移籍した時期もありましたが、最近はその才能を徐々に開花させつつあります。そんなヒゲではなく、ロフタスチーク選手が第3位にランクインしました。では来ましたね、第2位の発表です。早速参りたいと思います。パウロ・ガッサニーガ、フルハム。第2位にランクインしたのはアルゼンチン代表で現在はフルハムに所属するガッサニーガ選手がランクインしました。このランキングでは唯一ゴールキーパーであるガッサニーガ選手がランクインしたのですが、またしてもヒゲです。このヒゲの人気ぶり、恐るべきヒゲパワー。身長 196cm の高さと鋭い飛び出しからのセーブに定評があります。
やはり顔がいいだけあってどんな髪型でも似合いますよね。この顔はもちろんのことなんですが、やはり女性は男性に守ってほしいものなんでしょうか。ゴールを守るゴールキーパーであるラッサニーガ選手がランクインしました。以上第2位、パウロ・ガッサニーガ選手でした。ではいよいよ第1位の発表です。皆さん誰だと思いますか？そう、まだ出ていないあの男です。では発表していきたいと思います。デビッド・ベッカム、インテル・マイアミ会長、元イングランド代表で現在はメジャーリーグサッカーインテル・マイアミの会長を務めるベッカムが見事第1位にランクインしました。これすごいのがですね、唯一の現役ではない選手、つまり引退選手であるということです。当然ですが、集計するタイミングで現役選手の方が有利であるのは自明の理ですよね。なぜなら現役選手と比べて圧倒的に露出が少ないですから。その中でも1位を取ってしまうというのがこのベッカムという男です。現役時代には FIFA 最優秀選手賞2位を2回、イギリス人として初めて UEFA チャンピオンズリーグ100試合出場を達成、1999年にはマンチェスターユナイテッドの選手として UEFA チャンピオンズリーグ優勝、イングランド代表としては58試合でキャプテンを務め115試合に出場、2016年にルーニーに抜かれるまでフィールドプレーヤーとしては最多の出場記録を誇ります。また現役引退後はモデルや映画出演などでも活動し、2015年アメリカピープル誌の選ぶこの世で最もセクシーな男に選出されました。現在はメジャーリーグサッカーインテルマイアミのオーナーを務め、2018年にはウェハ会長賞を受賞、引退後なおもワールドワイド数サッカーアイコンとして幅広く活躍しています。以上第1位、デビッド・ベッカムでした。こういった経歴を振り返ると、見た目もそうなんですけど、ベッカムの1位、納得ですよね。皆さん、この結果はいかがでしたでしょうか。今回は海外での集計でしたので、これが日本人目線だと、またランキングも違ってきて面白そうですよね。この選手はランクインしてないの？とか、いやいやこの選手の方がもっとイケメンだろうなどあれば、ぜひコメントしてみてください。このようにこのチャンネルではサッカー界に関する様々な情報を取り上げていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。